上がっていく。これも中村健吾のボールを石原がカットした。左右を見る余裕があった。西村を使ったエリアに入った。西村対ここは板倉、こぼれる石原。かなり守りを固めているフロンターレ。攻めるベガルタ、ハチスカ1回戻して、ここは入ったばかりで平岡です。バックナンバー13番ハチスカ上がっていく。裏を取っている。コントロールシュートか。クリスタと足元2点目。2対0です。さあ勝負 PK。 すでに前半アディショナルタイムに入っています。3対0クリスラン今日の2点目。さあチャンスを作れるか仙台。野田からサイド中野へ、真ん中に3人、中野を上げてきてクリスラン決まりました。1点差、クリスラン決めて2対3、1点差。石村入れた。流れたところは長戸。混戦の中こぼれてシュート決まりました。2点目、ベガルタ仙台追加点。またここ長戸のクロスから生まれました。になろうとしているところ、同点のチャンス、蹴るのはクリスラン。しっかりと決めました。後半途中出場、結果を残したクリスラン、 PK 決めて仙台1対1。松島の対応、と松島の対応素晴らしいですよね。ルーキーの長戸、おーいいボール抜ける。クリスラン、クリスランシュート決めた。まさに個人技、スーパーですね今のは。ボールが中に返ってきました。ボールクリスランではなくて藤村に預けて、こぼれてきたボール長戸。長戸勝負に行く。マイナスのボール、シュートはブロックされる。クリスランのシュート決まった。なんとなんとアディショナルタイムに追いつきました。今のはいいアイデアだと思いますね。クロスボールを後ろに組み上げた。クリスランどこを狙っていくのか。入りました。右隅に決めた。左足で、得意の左足で右隅に決めたクリスラン。ですから先ほどこう出てきてプレーを積む、あまり足元が怖くないっていうことかもしれませんね。はい、そうですね、はい、こんな大きなボランチがいたらちょっと怖いですね。そうですね。あの吉田麻也とかもそうですよね。あ、そうですね、ボランチユースでやってましたから。はい、あっ、おー、オフサイドはない。2点目が入った。クリスラン5試合、2人3人とこの守備の矢が飛んできまして、そしてボールを奪ってスルーパス、オフサイドはない。クリスラン、スピードがある。1対1、シュート。3対1、佐々木匠から、そしてこのクリスラン、ホットラインでボールを奪い取りました。まあ、本当に、まあ、仙台队的角球，下半场仙台队多次获得角球机会，而这个球头球顶到球进了，漂亮！克里斯兰头球破门，最后一个。この両チームどんな印象ですか？後半の入り方。そうですね、前、まあ、なんていうんでしょうね、まあ、攻撃的な、ところを、まあ、押し出そうとはしているんでしょう。さあクリスランだ、シュートに来る、決めた。初ゴール、佐々木匠からスルーパス、左足一閃、来日初